世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。外国人が日本に持つイメージは伝統文化、和食、美しい景観などがあるそうです。それらは京都を代表する古都のイメージに近く、私たちにも共通する観光地のイメージでもあるように思います。ですが、それとは真逆のクレイジー、奇抜といったイメージを持っている人も実は多いのだとか。今回は日本で始まったあるクレイジーなことに関する内容と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。2021年、海外で話題になっていたのが青年漫画誌モーニングで連載中の漫画ワンオペジョーカー。タイトルにもなっているこのジョーカーは、この作品の主人公でもあり、アメリカンコミックバットマンに登場する悪役のジョーカーで、ご存じない方でも彼の特徴的な容貌は見たことがある人も多いのではないでしょうか。緑色の髪に真っ白な肌は引きつれ、口元は常に円でおり、ピエロのようなフェイスペイント、服装も紫のロングテールスーツにネクタイ、尖ったつま先の靴と派手な装いで黒ずくめのバットマンとの対比を描いています。ジョーカーは生来からこのような容貌であったわけではなく、登場する作品によってきっかけは様々ですが、化学薬品の溶液タンクに落ちたことで姿が変わってしまったとされています。バットマンの特徴が黒いマスクと口を真一文字に結んだ仏頂面、厳格なまでの正義と秩序への執着であることに対し、ジョーカーは派手で洒落た服装、真っ白な顔面と極端に引きつった笑顔、秩序の破壊と正義や道徳への懐疑、嘲笑であり、これまでに登場した様々な悪役の中でも最も偉大で完璧なライバルキャラクターと言えるでしょう。そんな悪に染まったジョーカーが子どものワンオペ育児に奮闘するという、なんとも奇妙な姿を描いたのがこのワンオペジョーカーです。しかもジョーカーが育てようとしているのが、赤ん坊になってしまったバットマンことブルース・ウェイン。この奇抜な設定の漫画は単なるパロディではなく、バットマンの出版社である DC コミックスのお墨付きで公認作品だということも大きな話題に。作品の中でジョーカーはブルースを再び正義感あふれるバットマンになるよう育てることを決意します。2018年公開の実写映画ダークナイトの中で、ジョーカーはバットマンを自分を完成させる存在と評しており、バットマンがいなければ自分が完成されない、それを回避するためジョーカーはブルースを育てることを決めたのでしょう。またワンオペ育児とはワンオペレーション育児の略で、たった一人で育児を担っている状態のこと。もともとは飲食店などで一人の従業員が全ての業務をカバーする過酷な労働を指して使われた言葉でしたが、多くの場合母親一人だけが家事育児を担い、体力的精神的にも追い込まれてしまう状況がワンオペ労働に類似していることから、育児へも転用され、 SNS を通じて広く使われるようになりました。ワンオペ育児は社会が抱える課題として解決されるべき問題ですが、ジョーカーは、俺はもともと神も正義も信じちゃいねえ、ガキを育てる時だって誰一人信じねえ、だから俺の育児はいつだってワンオペなのさ、と自らワンオペで育児をすることを決めるという内容ですが、子育てなどしたことがないジョーカーは手探りの育児に悪戦苦闘することになります。流しには洗い物がたまり、部屋も散らかしっぱなしで、片付ける余裕もない部屋で泣き止まないブルースを抱っこし、ちょっとソファーに腰掛けた一瞬で寝かしつけたいブルースではなく、自分が寝落ちしてしまう可愛い一面も。漫画の舞台はゴッサムシティですが、描かれているのは日本で起こっているリアルなワンオペ育児そのままです。ようやく腕の中で寝てくれた子をベッドに下ろした途端に起きてしまい、背中に目が覚めるスイッチでもついてるのかとつぶやくジョーカーの姿など、子育てあるあるが満載です。ジョーカーという
育児とはかけ離れた異質なキャラクターを起用することで、日常生活として見過ごされがちなワンオペ育児の実態を見事に風刺しつつ、見ていて微笑ましい育児コメディ作品に仕上がっています。ワンオペジョーカーはコミックデイズでいくつかのエピソードが無料で公開されていますので、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。この奇抜すぎる日本漫画の連載に対して、もちろん海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。どういうことだよ、フェイクニュースに釣られてやろうと思ってきたのに、マジなのかよ。何がどうなったらこういう発想が出てくるんだろう。日本人はいつも最高のコンテンツを作り出しては俺たちを置き去りにして楽しんでるんだ。アイデア自体は非常に素晴らしいと思う。思うけど、たとえ思いついたとしても普通やるかね。これに公認を与えた DC も素晴らしい。最高だな。このキャラクターデザインが好みだな。馴染みのある絵柄とは違うけど、はっきりしたメイクがかなりいい感じ。誰かが死ぬとか、新しい相棒以外の新しいバットマンの話が読みたかったんだ。こう来るとは思わなかったが、さすが日本、奇妙さの期待を裏切らないぜ。これって英語に翻訳されたのって出るかな。めっちゃ読んでみたい。で、出ないなんてことはないよね。俺が日本を愛する理由ってこういう部分なんだよ。斜め上の常軌を逸した設定を恐れないからこそ、興味深い物語を作り出す時がある。そうそう、当然打作も多く出てるんだろうけど、挑戦しないより挑戦して失敗した方がいいからね。さすがブッダとキリストを漫画にするような国だ。あと風呂でタイムスリップする古代ローマ人とかな。いやー、日本人バットマンを全く理解してなさすぎだろう。俺は受け付けないな。ああ、わかる。今までにも分かってないなーって思うやつを散々見たことあるからな。そうか？バットマンガって知らない？あれも日本人漫画家の作品だけど名作だぞ。ジョーカーがメインの作品は他にもいろいろあるけど、ここ最近のじゃこれが一番興味ある。彼は一体どんな風にバットマンを育て上げるのか。間違いなく善人に育て上げるだろうね。ジョーカーを止める正義がいなけりゃ、悪の存在は無意味になってしまうんだから。日本に住んでるんだけど、コンビニで見た時二度見しちまったよ。まあよくある日本風のバットマンかと思ってたけど、内容が想像の斜め上を突き抜けてた。もちろん買ったさ。掲載されているモーニングはサラリーマン向けの雑誌。仕事や政治、麻雀、家族問題、子育てとか、いろんなテーマの作品を扱ってる。まあそれでどうして子育ての担当をジョーカーにしようってなったのか、一から説明してもらおうか。おかしいだろう？これは健全な漫画？1話目ではおむつ替えに悪戦苦闘してるエピソード。あんまり深刻に考えないで大丈夫。アメコミが漫画になるなんて最高じゃないか。アメコミのワンパターンにはもううんざりしていたからね。漫画はいろんなジャンルがあって楽しいんだけど、まさかジョーカーが育児だなんて。この組み合わせをひらめいた人は天才だよ。マジで日本はいい加減にしろ。最高すぎるわ。以上が海外の人々の反応でした。ほとんどの人が興味を示していて、読みたいという声が多かったですね。実はアメコミの奇抜設定の漫画はバットマンだけではないのです。バットマンと並ぶアメリカンコミックのヒーローといえばスーパーマン。これも DC コミックスが出版しているコミックスで、スーパーマンも DC コミックス公認の作品もあるのです。その作品はスーパーマン VS 飯、スーパーマンの一人飯。モーニングの兄弟誌イブニングに掲載され、現在3巻まで発売されています。この作品はスーパーマンが美味しいランチを求めて日本を飛び回るグルメ漫画。メガロポリスで働くクラークケントはランチタイムになるとスーパーマンとなり、
遠く離れた日本まで往復3秒という速さでやってきて、美味しいランチを食べた後は何事もなかったように午後からの仕事に戻るというパターンで、様々な日本の有名チェーン店を訪れます。作品の中では実在の店舗名ではなく、もじって少し変えられた名前になっていますが、焼き鳥の鳥家族、牛丼の吉田屋など誰もがピンとくる名前になっているので、自分が行ったことがある馴染みの店なら、あるある、わかるわかると共感できるエピソードがたくさんあることでしょう。ワンダーウーマンやバットマンなど他のスーパーヒーローたちも登場するのも見どころの一つです。この作品もコミックデイズで公開されており、無料で読めるエピソードもありますので、チェックしてみてくださいね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。すごく面白そうですね。私もぜひチェックしてみようと思います。ではまた明日お会いしましょう。